お相撲さんのどっかで止めた稽古前の稲荷団と粋な言葉を垂れ込まれています。力士の前は腕の美しさを見せて本日まで残っております。力士の体に昔大銀杏役屋帽子取り曲げ本中身などもありありましたが、現在では蝶影と大蝶までの2つだけでございます。お相撲様の中で頭の上に蝶影を曲げている蝶影ですが、重量以上になりますと土俵入りや本気の時には大銀杏で土俵に上がります。お相撲さんが入門しますと誰もが一日も早くこの大銀杏を見るのを楽しみに毎日激しい稽古をしております。ただいまご覧いただいているのは草の内と申しまして、大銀杏を見るにあたって何よりもこの草の内を見るのを行わせると後でみんなきれいに出ません。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛かの癖があります。その癖のせいでまっすぐにするために髪の毛に少々気をつけよく揉んで一時的に柔らかくほしまっすぐな髪の毛に直します。力士の番組劇場徳山と言います。徳山さんでありまして、直行の2年から3年この大銀杏見えるようになるには5年から10年もかかると言われております。また徳山さんもこの大銀杏が立派に見えるようになりますと1年前と言われております。白い紐をご覧いただけますでしょうか。これは元々で昔はご婦人の日本版でよく使われておりました。元々は紙でできておりますが大変丈夫なものでテレビ版でも決して切れませんが、立ち合いの激しい当たりでたまに切れることもあります。この元々は1日に2000本から3000本使われており1年間は約80万本ほど使われています。曲げの真ん中を持ち、髪を少し下ろして曲げ棒で最後の耳を出します。徳山さんは各関取の頭の大きさ、顔の形、髪の毛とつぶつに合わせてその人に合った大銀杏を言い上げます。現在相撲協会では徳山さんが約50名より力士は0期からござるので約600名おります。その力士は毎日稽古場で
徳川の花が2回目に行っております。バカになってもらって退学します。ここで作詞コーナーで体を振り出します。バケコを横にして使い、バケをバーッと倒し、元井で上の髪を取ります。それを見せて、バケをまとめよう。キャンパクの発射機は、握りますので、きれいに切り揃えていきます。徳山さんが使っております道具には、串、バケ棒、おとり、握りません。着手針がございます。この道具だけで、見事な大きさを入れられます。先ほどから使っております串には、荒腰、揃い腰、突き腰、前タッコを4つも出ました。いずれも全部ちぎりできております。これはプラスチックなどの串ですと、突き油をつけた髪の毛が10センチも引くことができません。ですから岡山さんはこのちぎり串を非常に大切に扱います。この頃はちぎり串をご家庭ではあまり見かけなくなりましたが、回転効果があるので1本5万円もするそうでございます。徳山さんが先ほどから包丁の中に棒のようなものを使っておりますが、これはマグロと申しまして、形は仙台同士によく似ておりますが、たたく割りを改造して鉄より硬い材質にしており、徳山さんが各自工夫して自分で考えさせた手作りのマグロです。この大一丁を見たり約2年分くらいかかりました。この間、関取衆は支度部屋で選手の集中の時を過ごしております。力士が悪いというのは、髪を締め上げることによって全身の力を統一することになります。また、土俵の下に下着も頭を保護するためにもなります。手のひらと丸いものだけで丸の形に整えていきます。大きく開いた面と丸いの面と、それに駆け先の3つが胃腸の歯によく似ているところから、この丸が大胃腸と名付けられました。